レビ。鬼丸珍道中。さあ、鬼丸珍道中でございまして、今回はですね、ゲスト呼んでおります。どうぞ。どうもどうも、わらふじなるおです。よろしくお願いします。まあ、台本にあの特別ゲストって書いてあったけど、はい、そんなに特別感もなかったんで。なんで抜く、わざわざ抜く必要ないでしょ。はいはい、ダブルダッチって知ってた？はい、ダブルダッチ自体は知ってました。はい、なんでなんか見たことありますね。やったことはないですけど、おうおう、こういうやつですよね。おうおう、俺も言われてから、あ、あ、こう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 やって、はい、ちょっとだからそれも知らないぐらいに、はい、あんまり馴染みないですけど、でここのこの倉庫をなんかこうしたようなところの中でかっこいいですね、はい、やってるということなんで。それやってんすか、すごいな。ていうか縄跳びとかどうなんできる？縄跳びできます、できます、普通に。いや、僕はもう二重跳び人生で一回も跳んだことないです。ええ、そんな人いるの？いる。どこに？ここに。なるほど。はい、行きましょう。納得したところで行きましょう。今回お邪魔したのは埼玉や東京でダブルダッチを教えているニコ。このスクールではダブルダッチをはじめ、ダンスやトランポリンなどの全身を使ったスポーツで子どもの体力向上や表現力を育む活動をしているんです。さあ、我々3人着替えました。着替えました。ね、運動ができるような格好でって言われたんで、はいはい、やった結果、はい、本当になんか統一感もないし、ね、まあしょうがないですけどね。そうですね、はいはい、そしてですね、これからじゃあその、はい、ダブルダッチを教えてくれる天野さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあダブルダッチってどんなものかっていうのをちょっと説明してもらっていいですかね。うん、そうですね、ダブルダッチは基本的にあの2本のロープをあの交互に回して、はい、中であのステップだったりとか、あとアクロバットだったりとか、うん、ダンスだったりとかを中に駆使して、それをパフォーマンスとして、披露するあのストリートスポーツですね。おー、はい、ストリート。実際にじゃあ話聞くよりもやってみせてもらって、はい、そうすると見たいですね。説明だけだったらスカイダイビングと一緒なのかな。一緒じゃない。何聞いてた。想像力豊かだな。空って言ってないから。ちょっと見せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは模範演技披露です。すごいな。生で見るとすごいわこれ。あ、こうやって。すごい。マジで。何かわかんない。おお。何何。ねえ。おお、ごはんさん。ごはんさん。来たよ、リーダー、リーダー。うわ、出た。うわ、すげえ。うわ、ね、じゃあ見て大体分かったと思うんで、まず口笛になるわ。分からん、分からん、口笛になる。分からん、分からん。何も分からん。飛べ、飛べば大丈夫、飛べば。なめんなよ、お前。すごいな、でも本当に。すごい。はい、これ、僕らは今ので言うと、どれができるの？いや、もうどれもできなさそうですか？うん、どれもできます。無理でしょ。ちょっとじゃあ、疑いながら教わってみようか。そうですね、ですから、はい。じゃあ、ちょっと今の俺、もうどっから手つけていいか。いや、そうですね。分かるんですけど、うん、もう何からやればいいですか？そうですね、もう初めてなので、うん、まずは飛び方と、はい、あと入り方、はい、あと抜け方、はい、あと、はい、そうですね、あと回し方の4つですね。じゃあ、一つ一つ教えてってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは飛び方からなんですけど、はい、まずあの縄の中で飛ぼうとすると皆さん結構膝上げてこうやって思いっきり飛んじゃうんですよ。はいはいはい、でこれ飛んじゃうと疲れちゃうんで、うん、なるべくあの準備体操とかでやるあのこの膝を伸ばして楽な飛び方ができれば OK です。これだけで OK です。はいはい、なのでそれをイメージして、はい、縄は気にしないで、うん、はい、あのそのままリズムよくずっと飛んでください。おー、わかりました。はい、それで大丈夫です。気にしないで。気にしないでいいです。なので最初は飛び方なので中に入っていただいて大丈夫です。あー、なるほど。で、あちらも行っていただいて大丈夫ですよ。はい、
はい、それで大丈夫です。今、ジャンプ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 、はい、OK です。どうなんだ。素晴らしい。勝手に通してくれる。あ、そうか、合わせてくれてる。そうですね。あ、どんな気分ですか、この。あのね、できてる気になる。やってみ、やってみ。うまいこと。そう、じゃあいいですか。ただだから、はい、本当にもう信用しきって、はい、同じペースで言葉だけ。そうですね、はい、なるほど。ちょっともう、あとは上手い2人に。はい、大丈夫です。はい、いきます。はい、せーの。ジャンプ、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 はい、OK です。素晴らしいね、気持ちいいでしょ。気持ちいい。完全に人のふんどしなんだけど。なんで俺飛べてるのってなりますね、ちょっとね。俺もですから、ちょっと。はい、うまいですよ、上手。ジャンプ、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 え、大丈夫？あ、すごい。はい、OK でーす。おー、今のところ、ファーストミッションクリア。もう大会とか出れんじゃないですか。もうこれ、まだ冷静だ。でもなんか変なリズム狂ってきそうになりますね。そうですね、うん、気にしちゃうとあのガチャガチャみたいな形になるじゃん。だ、そうか、だから気にしないで。そうです、なるほど、なるほど。気にしないでいただければ大丈夫です。なるほど、はい、これで取り方はクリアですね、はいはい。ショートコント、福屋さん。そのジャケットすごくお似合いですよ。あ、本当ですか。はい、2万円か。まあ、これ2万円なんですけど、はい、本日オニマルテレビを見たとおっしゃっていただくと半額になりますけど。オニマルテレビを見た。1万円ですね。大丈夫ですか今ので。はい、俺ぶっちゃけ見てないんですけど大丈夫ですか。あ、見てなくてもおっしゃってくれれば大丈夫なんで。あ、オニマルテレビを見たって言うだけで半額になるんですね。5000円ですね。今のでもなるの。はい、オニマルテレビを見てって言うごとに半額になるんですね。2500円です。言っちゃいましたもんね今ね。言うな。今のわざとじゃないですよ。あ、全然大丈夫です。え、じゃあこれ今2500円なんですか。そうですね。あ、じゃあ申し訳ないんで、もうこれで買いますよ。あ、すいません。え、買いますって言うと7万円になるんですよ。なんだこの店。1、2、3、はい、ジャンプ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 、はい、OK。こういう形になります。なるほど。覚えていただきたいのが、はい、リズム1個だって、1、2、3、はい、覚えていただければ。1、2、3、はい、1、2、3、はいで足を引き出します。はい、大丈夫ですか。ちょっとやってみます。1、2、3、はい、はい、あ、素晴らしいですね。はい、で次、1、2、3、はいで足を出したら、その足で前に踏み出して飛びましょう。1、2、3、はい、ジャンプ。おお、超揃ってますね。これでもう入ってる。はい、これ入ってます。で、あとはさっきのジャンプをしてくれれば大丈夫です。はい、はい、やっていきましょう。いきます。1、2、3、はい、ジャンプ。ちょっと待って、足が違った。1、2、3、はい、1、2、3、はい、はい、それですね。はい、それでいきます。混乱しますよね。分かる分かる。もうちょっと、はい、1、2、3、はい、ジャンプ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 。なんか無理やりって感じたでしょ、今。今、だいぶ怪しかったでしょ。こっちがうまい。ターナーのおかげですよ。なんか、はい。ちょ、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 ちょ。右で1ですね。はい、いきますね。はい。1、2、3、はい、ジャンプ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。むずい、むずい、むずい、むずい。めちゃくちゃむずい。今、居酒屋に入る人、これなんだ。敷居の高いですね。1、2、3、はい、はい、1、2、3、はい、ジャンプ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 。完全にペース変えてるもん、マジで。いやいやいや、バテです。素晴らしいです。できてるけど、うおーって。急にめちゃくちゃむずいです。1、2、3、はい、そうですね。なんか分かんなくなっちゃいますね。分かる分かる。いきまーす。1、2、3、はい、うまっ。ジャンプ、うまい。おー、できた。一番うまく、一番スムーズでした。うまいですね、今のは。はい、素晴らしいです。いや、すごいな。なんかあそこ、あの横に立つとちょっと違いますね。混乱するね。回ってるの見るとなんかやっぱそう、慌てちゃう。なんか目つむってやったら逆にいけそう。おー、あー、そう、目つぶってやってみてる。目つぶってやったら、うん、もう縄を気にせずにね。うまい。1、2、3、はい、なんでそっち行ったの。おいおいおい、こうじゃねえよ。こっちにあったら目つぶってるから。
2345。おお、2345。オッケー、軽やか軽やか、スムーズ。3人並んでいただいて、はい、で8の字跳び分かりますか？あの僕の小学校とかに、はいはいはい、あれをダブルダッチでやっていただこうかなと思います、で3人で順番にどんどん入っていっていただくっていう形で、始まりこっちから、じゃあ、はい、そうですね、やってみましょう。1、2、3、はい、1、2、3、4、5、はい、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 1、2、3、はい、よいしょ。いや、むずいわこれ。今の僕が遅れてた、ちょっと早いの遅れちゃったんですけど、ね、そう、遅れてましたね、はい、大丈夫です大丈夫です。これあれですよね、でも回す方も僕ら3人のうち2人ができたら、この3人でこう、まあ、パッケージができるわけですね。そうですね、あ、もう3人いればできるスポーツなので、2人でやってみますか、はい、いやもう気遣いの人だからやっぱ気にしちゃうよ、自分でうるせえよ。ターナーは思いやりです。思いやりですね。思いやりです。はい、こっちから。そうなるの？でもよく考えたらそうだよ。いや、もうちょいこういかないとダメってことですね。そう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 、はい、外側から。まあ、当たっても気にしないで回してください。はい、お、あ、下についてる。近づくように。もう少し近づくといいかもしれない。あ、こうか。こうぐらいですか。おお、回る。すごい。めちゃくちゃ綺麗に回りますね。これちょっと上手い人、上手い人入ってみて、上手い人入ってみて。お、いけるけど。ちょっと最初のペースから遅くなってましたよね。そうです。リズムが崩れちゃうと片方が。リズム崩れたから引っかかったって。あのね、あのここでこんなんされてんの気にすんなって。進化はもう止まらないということで、はい、誰も止められない。で最後には5人で、うん、こう見事なパフォーマンスを見せて、で、グー、はい、タン、タン、タン。